とりあえず、初めての経験ということで、とりあえずそのもう本当にいい経験ができればなっていう、そのくらいの気持ちです。すごい嬉しかったですし、確実に成長というか早くなってるなっていうのを同期の立場として見てて感じるので、すごい刺激になります。近況はエンジンがちょっと不安定というか、ちょっと気候に左右されがちなんで、少しずつ前節あたりからちょっと落ち着いてきてくれたんで、その流れで今節も安定してくれればなと思います。そうですね、ちょっとヘッド周りが気になっているところあるんで、そこだけ点検して、明日に向けて整備したいと思います。初めての選手権でみんなスタート早いんですけど、自分もスタート、一つの武器だと思っているところがあるんで、自分のそのスタートがどのくらい、通用するかを、試したいと思います。